今日のびっくりと切れ目かな、うなぎリーフ。よいしょ。これリーグっときますよ。ねえ、これに食ったらでかいっしょ。重りは5g、買ってきましたよ。5g の ダウンショットシンカーをこれで止めると。で、針先を隠して、完成。当たった。うわー、ばー、食ってたー。うー、むずかー。マジか、食ってたよ。あらやら、マジか。やっべ、ドキドキしてる。
ティギよっしゃ、ブルフラット来たよ。ふい、よっしゃ、ナイスサイズ。久しぶりのブルフラフィッシュ、イエーイ。はい、ブルフラフィッシュね、直リグでブルフラットをカバーに入れたら元気な黒いね、カバーにいるバス君連れてくれましたよ。直リグでカバーにスッと入れたら糸がモンモンモンと走って釣れてくれました。いやー、かっこいいね。こんな感じでブルフラットをがっぷり飲み込んでくれましたよ。朝一ブルフラフィッシュ結構いいところかかってるね、ガチッと。こんな感じで、紫のブルフラットに来てくれました。はい、サイズは40センチほどね、40あるなしって感じですね。いやー、ありがとう。はい、よいしょ。で、ポイントはこんな感じのごちゃごちゃの奥に直リグをスッと入れたら食ってくれましたよ。じゃあ、タックルね、
トリックスターの68のミディアムヘビーにレボの LT で、糸は16ポンドのフロロカーボンラインで、こんな感じの直リグね、カバーにスッと、いつもあのベコンクローとかを入れてる7グラムのセットにブルフラットのね、こういった感じでつけて、で7グラムあるからちょっと平坦ボディでカバーに入りづらいんですけど、ちょっと重めの直リグでズルズルズルっと入れたら糸がフッと走って、こういう感じのセットでやってみております。じゃあ引き続き打っていきたいと思います。